まあ、変化球かなというところもあったのかもしれませんね。まあ、そのバッターとしては3ボール1ストライクでボール振るのは嫌なんで、まあ、変化球を待ってば、まあ、最悪ボールは振らないですからね、まあ、そういう、こう保険のかけ方みたいなのもありますけどね。空振り三振。今清水がすごい声を上げながら投げました。8回のピンチを切り抜けました清水の今表情が見えています。最後梶谷に投げたボールはストレートでした。解説田中健介さんです。今ちょっと清水が大きな声を最後雄たけびを上げましたので、ちょっと梶谷がこの声ですが、まあ、その清水の方を見るシーンも見えました。今の1球はどう見ましたか。いや最高のボールでしたね、はい、気持ち入ってましたよね。